はい、どうも。タバコのね、喫煙動画始めていきたいと思います。今日はね、こちら、セブンスターの、カッティングメンソールというね、やつ買いましたんでね。まあ、これだいぶ前からあるんですけど、これすごい薄い。極細。ね、極細のタバコということで。タバコのね、喫煙動画始めていきます。セブンスターはね、なんか最近、なんかね、1ミリのやつとかが出たでしょ。あれが出てから吸ってみたんですが、まあ俺いつもセブンスターのボックス吸ってたんですけど、なんか、冗談じゃないほどまずくなってたんで、ちょっと買う気が失せたんですよね。うん。あ、すごい、やっぱ極細ですね。細い。細いっす。めちゃくちゃ細い。ね、これで、タールが7ミリで、ニコチンが0.6ミリのやつですね。吸っていきます。めっちゃメンソール。でね、俺の喫煙動画で、なんかすごい、ふかしてるんじゃないかっていうコメントが多々寄せられまして、まあどうやらふかしてるらしいですね。うん。なんで、最近ちょっと軽めのタバコで、ね、吸ってみて、ふかさないでちょっと吸ってみようかなと。かなりメンソール強いですね。細いんですけど、すごい、メンソールが強烈だ。俺、基本的に重いタバコをふかして吸ってる、好きなんですよね。カッティングメンソール。これちょっと、あれだ、メンソール強すぎる。強すぎて、肺に入れるとね、ここ喉のあたりがね、じゅわーっとね、痛い。痛い。セブンスター初の極細スーパースリムサイズのメンソール製品です。先進的スタイリッシュという独特的なかっこよさを持ちながらメンソールの爽快感を楽しめます。細く凝縮されたメンソールが一点に突き刺さり、より鋭い刺激を体感できます。だって。うわ、喉が痛い。喉が痛い。こんなに細いのにかなりメンソール強烈ですね。どうなんすかね。俺セブンスターね、なんかすっげえまずくなった気がするんだよね。なんか香りがさ、俺いつもセブンスターのボックスのやつ吸ってたんですけど、すっげえなんかまずくなってて。セブンスターの今度4買ってみようかな、4ミリのやつ。俺ね、これ7ミリだとね、完全にね、肺に入れると、肺喫煙すると、完全にヤニクラ起きるんで、6ミリでヤニクラ起きるんですよ。だから5ミリぐらいでね、多分ヤニクラ起きないんじゃないかなと思うんですけど。セブンスターの4のやつ買ってみようかな、4ミリのやつね。4ミリぐらいだったら多分、いい感じに。いい感じに多分。美味しく吸えるんじゃないかな。本当になんかセブンさんのボックスめちゃくちゃまずくなったんだよな。
もしくはセブンスターのメンソール5ボックス。5ミリのやつね。ただ俺個人的にセブンスター昔のね、14じゃねえ、前のね、この今のパッケージになる前のボックスのメンソールがすげえうまかったんで、なんかパッケージ変わってからすげえまずくなった気がする。セブンスター、なんか香りがね、なんかものすごい香りがなんかすっげえ香るようになった。しかもその香りがなんか変な香りなんだよね。それがね、俺気になってちょっとセブンスターなんか新しくなってから吸ってないんですよね。まあでもセブンスターは一番多分売り上げ的に多分一番売れてるタバコではあると思うんですけど、ただ肺喫煙するとかなり14ミリだと確実にあのヤニクラが起きて多分頭がクラクラしてね、もううわーってなってね倒れるわ。これですよね、排気扇ね。排気扇。こんな感じ。多分煙がほとんど見えないんですよ。吸って、肺に入ってるから。ほら、ほとんど見えない。うん。こんな感じでしょうか。微妙。てか、メンソール強すぎる、これは。メンソール強すぎるし、これはね、俺、排気扇しないで普通の普段通りに吸ってみても多分、あんまうまくないな。今の普通の吸い方でいくと、こんな感じなんですよ。メンソールが強すぎてね。かなり喉に来るな、これな。うん。結構煙がこう、ぶわっと見えますよね。こんな感じです。でも基本的にヤニクラはしないんですよね。肺に入れてないから。だからガラムとかでもガラムメンソールとかでも全然吸えるんですけど、ただね、肺に入れないで吸うのと肺に入れるのだと結構味が違ってくるんで、確かに肺に入れるとね、あの喉のあたりっていうか、ベロの奥の方ですね。喉にすっごい近い部分が、なんかこう、タバコの味が結構、こう、ぶわっとくる感じ。で、それはそれで美味しいんですよね、確かに。うん。だから今度からちょっと軽めのタバコで吸ってって、ね、ニコチューにまあ、口内喫煙でも結局、まあニコチンを摂取してるんですけど、うん。まあ、舌で摂取してる感じかな、口内喫煙だとね。うん、とりあえずね、ちょっと軽めのタバコで、鳴らしていこうかなと。まあ、俺が一番初めに吸ったタバコが、人生初のタバコが多分、マイルドセブンのオリジナルのやつで、吸って、全然吸えなくて、すぐ咳込んじゃうんで、仕方なく、
1ミリのやつを買って吸ったんですが、それでもダメで。で、しゃあないから、1ミリのメンソールのね、マイルドセブンのやつを買ったんですけど。それでも、それで吸える感じだったんで、それで吸ってたんですけど。うん。でね、そっからね、とりあえず安いタバコを探して、あらかた吸ってみようという話になって、で、ゴールデンバットを手にして吸ったら、これがうまいと。だが、しかし、肺に入れると、あれなんで、ヤニクラを切るから、うまい吸い方として、こう、口内喫煙みたいな感じで、吸ってったのが始まりですね、ゴールデンバットの。だから、ゴールデンバットはかなり、初期に吸って、うまいなと思って。うん。まあ、未だに吸ってるわけなんですが。ゴールデンバットね。まあ、未だに210円ですからね。安い、噂によると98年ぐらいの時には値段が90円ぐらいだったらしくて。かなり、ね、100円でお釣りきますからね。100円玉でポイって出してお釣り10円くるんだからすごいよな。すごい時代だよな。まあ今でもまあ、ゴールデンバット210円だから安いけどさ。まああれはあくまで安タバコではあるから、まああれなんだけど。ただうまさとしてはかなりうまいと思うけどな、あれな。コスパは最強だと思うけどな。コスパはまあ間違いなく最強なんだよな。コスト面的に考えても、他のやつと倍以上差があるし。まあ、時点で多分申請なんですよね。申請ちゃんね。ゴールデンバットは今日もうなくなったんですけど。申請ちゃんね。申請ちゃんも非常にうまいと。うん。申請が今250円だか260円ぐらいだったかな。まあなんで、まあ安い。安いんでね。まあ、コンビニでも結構比較的見かけるようにはなったんで、ただ申請はなかなかないかな。ね、まあ、なかなかないですよね、申請はね。まあ、タバコ専門店行かないとちょっとないか。タバコ専門店というかタバコ屋にね、行かないとないかなと。まあ都会だったら結構タバコ専門店って結構あるとは思うんで。田舎でも、俺の田舎でもありますから、ね。まあということで、このセブンスターのカッティングメンソールちゃんは、これはね、まあ三つ星でいいか、これは。三つ星でいいですよ、これは。ご視聴ありがとうございました。